演説の様子フラチャニ広場でのバラク・オバマと妻・ミシェル・オバマ・プラハ演説とは2009年4月5日、チェコの首都プラハのフラチャニ広場にてアメリカ合衆国大統領バラク・オバマが核廃絶へ具体的な目標を示した演説である。米国と EU の初の首脳会議のためチェコを訪れたオバマ大統領は核兵器を使用したことがある唯一の核保有国として行動する。 道義的責任があるとして、米国が、戦闘に立ち、核兵器のない世界の平和と安全を追求する、決意を明言した。本演説と、核なき世界に向けた、国際社会への働きかけが評価され、オバマは2009年10月9日に、ノーベル平和賞を受賞した。ノーベル賞受賞式にて、第171回国会において2009年6月16日に、 衆議院で6月17日に参議院で核兵器廃絶に向けた取り組みの強化を求める決議を全会一致で可決し、麻生太郎内閣総理大臣も核保有国当事者による核軍縮声明を肯定的な評価を述べた。同年4月28日、日本共産党中央委員会幹部会委員長 C. 和夫はオバマに書簡を送り、 プラハ演説を歓迎する立場から核兵器廃絶を正面からの主題とした国際交渉を開始すること2010年の核核散防止条約再検討会議において核保有国が自国の核兵器の完全な廃絶を達成することを明確に約束することの2点を要請。オバマはアメリカ合衆国国務時間保大リグリンティー・デイビスに指示して5月5日付で 地位に感謝の返書を送った。2010年4月8日、オバマとロシア連邦大統領ドミートリー・メドベージェフは戦略核弾頭の配備数を1550に制限する新戦略兵器削減条約の調印式をプラハで取り行い、2011年2月5日に発効させた。オバマは2016年5月27日、 現職米国大統領として初めて被爆地広島市の広島平和記念公園を訪問し演説した。ありがとうございます。